SS30 と仙台国際ホテル。仙台国際ホテルは、仙台市と深部の東2番町通り沿いにある、東部ホテルグループのホテル、並びに、その運営企業。ホテルメトロポリタン仙台、ウェスティンホテル仙台とともに、仙台三大都市型ホテルと呼ばれている。住友生命保険が、青葉区桜ヶ丘に移転した宮城学院跡地を、取得して建設したホテルで、 外区内には SS30 セントラルフィットネスクラブ24仙台も同時に整備された。運営については常磐交通自動車と仙台市の有力企業が出資して仙台国際ホテルを設立1990年に東武鉄道が筆頭株主となり経営を引き継いだ。債務超過による経営破綻後2007年2月。 東武鉄道が100%出資し会社の新、仙台国際ホテルを設立して再建した。建物は2017年3月に、住友生命から取得した、ユナイテッドアーバン投資法人が所有する。建築面積3112.68平方メートル。延べ床面積24,862.88平方メートル。 客室数234室、宴会場を15、飲食店6を用し、市内では有数の規模である。2021年9月17日、新型コロナウイルスの感染拡大で、宴会や婚礼の利用が激減し、当面の需要回復が見通せないとして判断し、22年3月末で、宴会部門から撤退すると発表した。今後は中華、和食、 フランス料理の既存のレストラン3店と宿泊部門の連携をより強化して収益向上を目指す。2016年にフレンチレストランセランに勤務する障害等級4級の20代女性が40代男性料理長からお前の触ったものを触ると障害が移ると暴言を吐かれ殴る蹴るの暴力を受けた。また別の40代の男性従業員からも 食材を取ってくるのが遅いと言われた上で顔や首をわしづかみにされ、女性所有の包丁ケースに性的な内容を落書きをされた。また2016年秋頃には20代の男性従業員から調理場のガス台の近くに無理やり頭を押さえつけられ、頭髪を焼かれたという。被害者女性の訴えを受け、ホテル側は事実を認めて謝罪した。車寄せは 柳町通沿いにある SS30 と仙台トラストシティの高層ビルの間の写真中央下に仙台国際ホテルが見える東に番長を挟んで向かい側にウェスティンホテル仙台が入居する仙台トラストシティがあるまた周辺にはタワーマンションが数棟立っているありがとうございます